えー、9.11のテロでワールドトレードセンターが倒壊するとき、煙にサタンの顔がたびたび現れる映像がインターネットにアップされていますが、伝統的な宗教がごま抱きなどを行い、超常的な存在と関わろうとすることと、あのテロは通じていますかえこんな映像が アップされてるんですか。うん、まあね、一番多いのはまあこういうほどの大きな事件でなくてもごま焼きね、ごま団。ええ。うん、まあ大阪でいうとまあ焚き火どんと焼きといろいろありますけど、あのー、そういう目で見るとそう見えるんです。はいは龍が下ったって言うとあの炎のやんやんやんってなってるのが龍に見えるし。はあ、はい。 あのそういういものなんです、うん、あのもっと言うとああいう不可思議な、まあ、形的には定まっていないもの煙、えー、雲等、えー、とう,と,うというのはその人が見える見たいものが見えるんです。んふんふんなるほどかといって僕はそういうものを否定するわけじゃないんだよ。はい、ただ一つあの人間というのは自分の見たいものしか見えないという説があるぐらいにね。うん 点々が3つあったた人の顔に見えこれはよく言われることですけどねでも僕に言わせると例えば有名な火星の人面位は<ん>あれはやっぱり人の顔してるんですよ、えー、反対にするとねあ反対にするとユースキュの顔になっちゃうんですうん、うん、でそれはね近くへ行けば行くことわけわからなくなるない<ー>でも遠くへ行けば行くこと人の顔に見えるこれはどういうことかというと、はい、人の顔してるからなんですよ 近づきすぎると他のデータがいっぱい入ってくるんでなるほど逆に見えなくなるあ情報がそうです。遠くなると無駄なものが省かれてきますから、ええ、一番原点基本の形が見えてくるんです近づきすぎると分からなくなるが離れるほど分かることは結構世の中にあるは<ぁ>夫婦の中もそうかも <laughs> <laughs> ああでもその話じゃないんだワールドトレーニングセンターね ですね、あれ、だからあの時の雲、ウォールム知ってますよ、まあ、それだけじゃなくて、あと石油事故とかコンビナート事故等々、大体悪魔の顔に見えるってシーンも出てきますから、また先入観があ,りあるというんも,、ねうん、もうちろん先入観もあるし、ね、確かにね、言われてみたら、ああ、似てるなっていうのはありますよ、そう見えなくもないというんじゃなくて、明らかにそう見えるなっていうのもあります、確かに。でもそれはね、大体多くは、うん、あのずっと撮ってる、あの映像を見ながらね、えー、見て、あここだけって抜き出すんだよ。 通報医者なくなってんだよ <laughs> 瞬時の映像ですね